日本地図学会の、岡田高木です。また、本席、国土交通省国土地理の方に在籍しております。本日は発表させていただきます。よろしくお願いいたします。タイトルは、地理空間情報を活かした防災教育と災害伝承ということで、ご発表させていただきます。地図と災害伝承についてなんですけれども、これまで地形図などの地図において災害伝承が取り立てて表現されることはほとんどないということになったんですが、地形図で、じゃあそういったものがどういうふうに表現されているか。例えば、先ほどのご発表でも石碑などの話がありましたけれども、そういったものについては、概念的に記念碑、ある出来事や人の功績などを記念して建てられた碑やモニュメントというふうに整理されていますけれども、これに含まれておりました。具体的な例としては、こちらを示したような、例えば渋谷駅前にある忠犬ハチ公の像。これは、人々に目につきやすい、目標になるということで、記念碑の、記号が割り振られているわけなんですけれども、このような形で、石碑のイメージの、記号ということになっています。で、自然災害伝承碑の地図記号化ということで、私が在籍しております国土地理院の方でですね、災害教訓の伝承に関する地図、測量分野からの貢献として、過去の自然災害に関する石碑やモニュメントなどを地形図等に掲載することにより、過去の自然災害の教訓を地域の方々に適切に伝えるとともに、教訓を踏まえた的確な防災行動による被害の軽減を目指すと、そういった意図を持ってですね、新たにこの地図記号というのが地形図等に導入されたということになります。ちなみに、地理院地図に表現されているのは一昨年の6月、そして地形図は一昨年の9月頃に刊行されたものから順次この記号が入っております。で、この自然災害の伝承に関する貢献の必要性ということで、これは今回のシンポジウム全体のテーマに共通することだと思いますけれども、206回の通常国会のですね、法律の中の付帯決議として、法律の対象としてはここに書いてある特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案に対する付帯決議というふうになっているわけなんですが、学校教育および社会教育における防災教育の充実を図ることということが書かれておりまして、またその際には、自然災害、あ、し、あ、災害伝承を調査及び検証の上、実際に引き継がれるよう適切に生かすということが書かれています。そういったことでですね、災害伝承というのが、こういった様々な取り組みにおいてもですね、重要ということが、こういったところでも多く愛されているといったことになります。で、自然災害伝承碑についてなんですけれども、ここに書いてあるような、過去に発生した、津波とかですね、あと洪水、火山災害、土砂災害等の自然災害に関わる事故、災害の予想や被害の状況などが記載されている石碑やモニュメントという形で定義をいたしまして、で、表示の方をしています。で、自然災害伝承碑は当時の被災状況を伝えると同時に、当時の被災場所に建てられていることが多く、それらを地図を通じて伝えることは、地域住民による防災意識の向上に役立つものというふうに期待されます。で、先ほど、忠犬ハチ公のですね、記念碑の方を、地図記号をご紹介させていただきましたけれども、自然災害伝承碑というのは、若干、地図記号の形が変わっておりまして、真ん中に線、碑文とかが書いてあるということが多いですので、そんなふうなイメージでですね、こういうふうな記号というのを作っています。ちなみに、この自然災害伝承碑の例はですね、広島の、坂町というところで、平成30年、いわゆる西日本豪雨ですけれども、非常に大きな水害が起こったわけなんですが、そこのところに、以前からあった自然災害伝承碑を指しています。こういったものがあったにもかかわらずですね、そんなに避難する人が少なかったということがあったり、被害が出たということもありますし、実際に象徴的なイメージとしてですね、その災害復興をやっているところの後ろにですね、こういった石碑があるというふうな写真なども、見ることができます。そういったところで、やはりこういったものをですね、事前に、学習対象としてですね、見ておくと。で、それで、学べることを学んでいくということは非常に大事だということが言えると思います。で、自然災害伝承碑の現在、この地形図等にどういうふうな形で表示されているかということなんですけれども、今のところ2021年10月15日現在で、全国331の市町村に1105基の、掲載が行われています。この自然災害伝承碑についてはですね、各自治体の方からですね、候補になるものをですね、国土地理院の方に挙げていただいて、それで、それをですね、国土地理院の方に、こういった地理院地図などを掲載するというふうな形でですね、この地図化っていうのを進めているというふうな形になっております。
じゃあ、自然災害伝承碑というのは具体的にどこにあるかということなんですけれども、まあ、例えば洪水災害、今回、テーマになっている会場は岩手県になりますので、同じ岩手県のですね、一ノ関駅の周辺になりますけれども、ここには、2基ほどですね、カスリン台風とアイオワ台風を対象にした、まあ、自然災害伝承碑、いわゆるまあモニュメントがあるんです。でこの自然災害を、まあ、遺跡を残したモニュメント、じゃあ実際どこにあるかというと、その地形区分でいうと、例えばその一ノ関駅の西側にあるものというのは自然堤防というところにあったりします。これは周囲を 0.5 メーターか数メーター高い土地というのが一般的に言われているわけなんですが、まあ、そういったところにあると。でもう一つの、駅の東側にある自然災害伝承碑は高い盛土地ということで、周辺よりも2メーター以上盛土した造成地にある。まあ、これ一般論ですけれども、こういうふうな形になっているということになります。つまり、自然災害伝承碑っていうのはですね、こういったあの自然堤防とか比較的高いところにも結構多く設置されていまして、でこういう微高地のところにですね、多くあるといった傾向が、ございます。でこれを、まあ、より詳しく見るためにですね、地理院地図の自分で作る井戸別標高図という、まあ、こういうツールがあるんですけれども、まあ、この周辺の、高さをですね、細かく見ていくと、まあ、こんな感じの、井戸付けをすることができます。ここに一ノ関駅が図の下の方にあるんですけれども、まあ、この東西にそのモニュメントがあると。で、ここのところで台風の浸水が記録されているわけなんですけれども、実際その場所というのはですね、あの川のそばの非常に低いところかというと、まあ、そうではなくてですね、そこから北の方にですね、低い土地が広がっていて、で川のそばは、まあ、例えば水田とかあったりするわけですけども、非常に低いといったことがわかります。また、先ほどの繰り返しになりますけれども、自然堤防とか氾濫平野、いわゆるここのところのですね、地形分類というのはどうなっているかということを示させていただいているんですが、今、災害伝承碑があるといった自然堤防については、ここに書いている通り、河川が氾濫した場所に土砂が堆積してできるというふうに一般的に言われています。また、もっと低い場所である氾濫平野については、洪水で運ばれた砂や銅などが河川周辺に堆積したり、過去の海底が干上がったりしたりできるということがあります。つまり、こういった地形というのはですね、洪水などによって形成されているということがあって、まあ、過去、まあ、これまでに、何千年何万年というふうな歴史があるわけですけれども、そういったところの積み重ねで今の地形が成り立っていて、でこの自然災害伝承碑がある場所というのはですね、洪水リスクがあるということを同時に示しているということが言えると思います。よって災害リスクがある場所というのはですね、自然災害伝承碑の場所だけではなく、同様の地形が広がっている範囲一帯にもなりますし、まあ、もっと低いところについてはですね、さらに大きなリスクを持っているということが言えると思います。で、こういった高いところでさえ、災害に遭うということが記録に残っているということが、まあ、いわゆるその低いところは当然浸水しやすいわけなんですけれども、より浸水の頻度が低いところでも、そういった災害の過去のメッセージっていうのを残すっていうのが、まあ、非常に重要だということで、残ってきたんじゃないかというふうに考えられるわけです。で、その、繰り返しになりますけれども、洪水災害に関わる自然災害伝承碑の大半っていうのは、人命財産に被害があったことを記録しています。まあ、ここに書いている通り、人命が失われた、家屋が流失したということが書いてあります。で、自然災害伝承碑が建てられるような人命や家屋に影響があるような水害は、ただなどの低地にとどまらず、集落が存在する自然堤防などの遺構地まで影響を及ぼすということが多いです。で、よって自然災害伝承碑というのは結果として遺構地に多く存在するために推察をされます。で、まあ、その自然災害伝承碑というのはどういうふうな意義があるかということで、防災教育のフィードバックというものを通じて作ってみたんですけれども、防災教育か自然災害伝承碑の側で見ると、防災教育で自然災害伝承碑を扱うことっていうのは、地域の災害履歴を知るための動機になったり、土地の成り立ちを知るための動機になると。で反対に、自然災害伝承碑から災害履歴や土地の成り立ちを知ることっていうのは、地域における災害リスクの存在の認識や、地域の災害リスクの広がりに関する理解増進につながるだろうというふうに考えられます。最後にまとめになりますけれども、自然災害の教訓を継承し、防災意識を醸成することによって、行動変容を促すことを理由とし、自然災害伝承碑の続き強化というのが行われました。自然災害の発生は多分に土地の成り立ちに結びついていくことから、地図記号は単に災害履歴の存在を示すだけでなく、周囲の土地の成り立ちをすることで、地域の災害リスクの広がりに関する理解の増進につながるというふうに考えられます。これで発表の方を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。